地よい時を過ごさせてくれてありがとう。そのお礼にせめて門まで送っていく。はい、お願いします。ごめん。もう。あ。すまないが。今度は怪我をしないくらい強くならないと来てはダメ。それは世話を焼かせるなってことか。多分そう。ボース、テオ、これは綺麗な宝石。フィルフサを数多く倒した者が稀に得る戦士の証。生き抜く強さを心にくれる。キロ、助けてもらった恩は必ず返す。水をきっとここに戻すから待っていてくれ。君がそう言うなら信じる。キロシャイナス、お前の戦いに加われないことは心苦しいが、せめて調査は急ぐつもりだ。気にしないで。近くのフィルフサはほぼ片付けた。女王の城から新たな群れが来るまで私も休むつもり。女王の城？クリント王国が本営を置いていた城が北方にある。今ではそこが虫歯みの女王の巣になってる。なるほど、そこを攻めれば大侵攻を未然に。いや、どの道我々の戦力では無理か。あまり無茶なことを考えるなよ、リラ。私たちにはまず先にやるべきことがあるだろう。分かっている。ボース少年の証言したものが真にクリント王国の古式秘具かどうか。任せてくれ。近いうちに必ず機会を作る。おうおう、なんだか妙に格好つけるようになっちゃって。茶化さないの。さあ、ひとまずお別れしよう。また会う日のためにね。うん、やっと元の世界に帰れるんだね。君たちに日の加護と月の導きがあらんことを。ちょっと出かけただけなのに帰ってきたって感じがするな。こっち側にフィルフサが入り込んでるってことはないよね。見渡す限りでは大丈夫なようだ。この遺跡もじっくり調べたいところだが、それはまた今度だな。大冒険だったね。
のんきなこと。もう遊びじゃなくなったのはお前も分かっているだろう。うん、ただ思ったことはちゃんと言っとかないと。またこじれたら嫌だからね。もうこじれてないってのか。お互いこうやって言い合える程度にはなっちまってるだろ。まだクラウディアに言われたみたいな喧嘩中ではあるんだろうけどね。アイザ、とりあえず僕としてはからかったりいじったりはいい加減やめてほしいかな。そんな恥ずかしい真似もうするものか。誰に見せつけるでもなく、ただ一人で強くあり続けたあの人、俺は見てしまったんだから。尊敬しているという意味だ。まああの人もボースの勇敢さは認めてくれるんじゃないの。なんせ私たちをここまで、ここから先の異界までどんどん進んで引っ張っていったんだからさ。勇敢さか。それを示すとしたらこれからだ。ブルネンケの男、いや俺自身が。お前たちおしゃべりは後にしろ。そこは門だ。最悪フィルフサが飛び出すぞ。そうだった。早く帰ろう。まったく、まだまだ世話が焼けるな。ボースを連れ戻してくれた。本当にせがれがいなくなった時はどうなることかと。やめろ父さん、みっともない。ナンバー、お前もだ。すいませんボスさん、俺ボスさんが魔物を引きつけてくれなかったら。それでこそブルネン家の跡取り。いや、それよりもよく無事で、無事で。家で息子の帰宅にしては随分な感激ぶりだね。いいじゃないか、たまにはこういうのも。ところでモリッツさん、それとボース。ああ、何かな。錬金術師殿、損壊における私たちへの言われなき糾弾はもう解消したものと考えてよいのかな。外界の魔物も実際に言ったことだし。ボス、俺の糾弾が誤りだったことを認める。そうかなら問題ないな。いやはや、その説はちょっとした行き違いで飛んだ嫌疑よ。いやいや、誤解が解けてよかった。ついてはご霊息を保護し連れ帰った謝礼について話し合いたいのだが、とりあえずこの程度ではどうでしょう。これはちょっと桁が多いのでは。何を言われるやら。大事な跡取りを連れ帰った謝礼ではありませんか。それは確かにそうだが。ライザ、しばらくしたらみんなで裏手の離れに来い。頑丈な鍵がかかってて入れなかったあそこだ。俺も簡単には近づけさせてもらえないが、3日以内にはどうにかして鍵を開けておく。わかった、こっそり行くね。ああ、絶対に見つかるなよ。来たな、こっちだ。
ついてきてくれ。ここだ。ブルネン家では湖の離れと呼んでいる。水海？泉じゃない。この光る玉自体から水が湧き出てる。湧き出た水は昔からある地下水路を通じて水源の滝として流れ落ちている。清水を溢れさせる渦巻く白と輝く青、モリッツ氏が高台の調査に激怒した理由だな。これがあの森から奪われた水なんだ。これが、この玉が村の水源だったっていうのか。今までずっと使ってた水が。一体どうしてこんなものがここに。島の人たちがクリント王国の子孫だから。いや、この玉が離れに据え付けられたのはもっと最近だ。それまでに村の水源は枯れていた。水が不足してた頃は水路のあちこちを塞いだため池でなんとか水不足を補ってたって聞いたことあるよ。島はすぐ下に岩盤があってろくに井戸も掘れねえしな。ずっと昔には普通に水が湧いてたらしいが。そういえばお父さんも麦ができるようになったのはほんの何代か前だとか言ってたっけ。それまで島の人は乾きに強くて地面から水を集める空間フルーツばかり育ててたんだってさ。これは数代前のブルネン家の人間がどこからか持ち帰ったそうだ。それ以上のことは聞いていない。あの森からキロたちをオーレン族から奪ったものを抜け抜けとこんなところに据えつけて、ブルネン家は村での牽制を得てきたんだ。こんなもののせいで。待て。あんたが、なんであんたが止めるんだ。オーレン族なんだろう。そうだ。しかしおそらくこれを壊せば即座に村は水を失う。今感情に任せて動くべきではない。リラさん、ありがとう。じゃあ俺はどうすればいいんだ。俺には何ができる。ボス、その玉を持ち帰った数代前の人の話、モリッツさんに聞くとか詳しく調べられない。できなくはないと思うが。そんなものを調べてどうする。うまく説明できないんだけど何かをうっすらと感じるんだ。物事のつながりみたいなものかな。この玉をたどっていろんなものを調べていくうちに解決の糸口がつかめる気がする。そうだな。リラの言う通り水の問題もある。請求に動かず着実に片付けていこう。うん、クリント王国の錬金術がやったことだし、同じ錬金術師としちゃ放ってはおけないよね。そうだな。おう、どこに行く？よし、いっ。アンペルさん、手が痛むの？ん？いや、久方ぶりに門を見つけたり水源を枯らした古式秘具のことを知ったり、錬金術師としての心が少し動いてな。それにしてもお前のあれはいい宣言だった。私の宣言？ああ、クリント王国の錬金術がやったことを同じ錬金術師としちゃ放ってはおけない。私でもなかなか言えない素直な言葉だったよ。そう言わせるだけの行動力がお前にはあるんだな。アン
ペルさん、やっぱり手を直したい。さっきのことを抜きにしても天井知らずに成長していくお前を見て悔しくは感じているよ。え、成長ってそうなのかな。ライザー、あまり男の愚痴に付き合うな。お前まで暗さに毒されるぞ。愚痴、せめて嘆きと言ってくれ。どっちでも一緒だ。まったくみっともない。相変わらずアンペルさんには容赦ないな。私に何かできることはないのかな。どこに行くの？よし、行くぞ。よう、ライザー。あ、レッド、またお父さんと喧嘩？ああ、この程度ならなんてことないって。普段は魔物とだってやり合ってんだぜ。最近は結構相手ができるようになってきたし、そのせいか親父の態度も妙な感じに変わってたよ。妙って何が？妙は妙としか言えねえが、そうだな、頭ごなしな感じが一歩引いたみたいな。怖がってるとか？あの乱暴者がまさかな。でも俺が島の外を出歩いてるとか竜を倒したとか噂は聞いてるだろうし、なんか思うところがあんだろうよ。向こうが引いてる間にどんどん強くなってやるさ。よし、行くぞ。あれってレントとボース？喧嘩してるわけじゃなさそうだけど。おーい、ライザー。よう。珍しい取り合わせね。二人で何してるの？してるというか話してるというか。レント、わかってる、そう怒鳴らなくても言わねえよ。何、もしかして内緒話だったりしたの？俺は帰る。ライザ、例の弾がどこから持ち込まれたかは今父さんに家路を調べさせている。ありがとう。拍子抜けしたような顔だな、ライザ。まあ今までは顔を合わせるたびにだったからね。でもこんな感じの方が絶対にいいよ。そりゃそうだな。ところでやっぱり二人で何を話してたかは言えねえ。男同士の義理ってやつだ。でもそういうのもいいかもね。
どこに行くんだ？よし、行くぞ！ごちそうさま。それじゃたまには家に帰って農作業でも手伝いますか。ライザ、ちょっと聞いてもらっていい？いいよ、聞くって何を？私のフルートのこと。フルート？最近はみんなの前で演奏しても肩の力が抜けてていい感じだよね。ありがとう。でもまだお父さんには話せてないんだ。聞かせてないじゃなくて、まだフルートを吹いてることも話せてないの？うん。そこまで隠し通すのもすごいけど、そろそろ聞いてもいいかな？どうしてそこまでお父さんに隠してるの？そうだね、実はお父さんは私がフルートを吹くことに反対なんかしてなくて、私が勝手に隠してるの。え？私のお母さん体が悪くて遠い町で療養してて、小さい頃は私もお母さんと一緒に暮らしてたんだ。フルートの基礎はその頃お母さんに教わったの。今よりずっと下手だったけど楽しく吹いてた。何年かぶりに行商から帰ってきたお父さんを加えて3人だけの演奏会をしたこともあったよ。行商人さんって年単位で家族と別れなきゃいけないんだ。うん。何年か前私もお父さんと旅をする側になって、お母さんを置いて対象に加わったんだ。旅に出たばかりの頃は私も隠したりせずフルートを練習してたんだけど、ん？私のフルートを聞くとお父さんがとても悲しい顔になるって。どうして？3人で開いた演奏会を思い出させてしまうのかも。お母さんと離れてる寂しさをかきたててしまうのかも。そう思ったら私はお父さんの前でフルートを吹けなくなった。クラウディア。それからずっとお父さんに隠れて一人で練習するだけだったんだけど、ここで私たちに出会った？うん。ライザたちと過ごして、あの異界の夜、演奏を聴いてもらったみんなの顔を見て感じたの。私の演奏は人を慰めることができる。だからいつかお父さんにも音を届けて。決意表明ってやつね。うん、応援するよクラウディア。どこに行くんだ？よー。タオ、何熱心に読んでるの？ああ、ちょっと待ってね。区切りの儀礼はおおよって終わりと。うん、ここんとこ家の古書を分類してたんだけど、だんだん分かってきたことがあって。分かったって何が？どうも僕のご先祖様は何かの儀式を取り仕切る役割をしてたみたいなんだ。儀式って、麦狩りのお祭りみたいな？どうだろう、お祭りそのものの記述はほとんどなくて、儀式場の補修とか管理の手順ばかり載ってるんだ。ご先祖様って雑用係だったんじゃないの？まったく、ライザにはこの知的な作業の面白さがわからないんだよ。
ごめんごめん。それでクリント王国の人も神様へのお祈りとか麦狩りのお祭りをやってたの？さっきも言った通り、お祭りの記述はほとんどないんだ。ただああしろこうしろって意味の指示を出す仕草がだいたいどこにも載ってるから、これをマスターしとけば全体の理解が早いかなって。古書の解読ってのもただ読むだけじゃ済まなくて大変なんだね。